福岡の皆さん、どうもこんにちは、及川幸久でございます。はい、この参政党の福岡の、街頭演説、私も応援演説として参加させていただいております。皆さんもちょっと暑いけど参加していただいてありがとうございます。今黒石裕子さん、この福岡2区、2区でしたね、福岡2区の参政党の候補者の若い候補者の方の街頭演説、私も聞いててすごい内容すごいいいですね。ものすごい演説だったと思ったんですが、皆さんどうですか。参政党っていう政党が何を訴えているのかがよく分かった内容だったと思うんです。ずっとなんか政治活動やられたわけじゃないと思うんですよ。最近だと思うんですよね。でね、普通ね、こんなね、こんなところで、こんな高いところでマイク持って人前でね、普通喋れないですよ。試しに皆さんやってみてください。絶対喋れないから。でもね、こうやってあの理路整然に、そして自分の思いを込めて喋れる、こういう候補者がこの政党にはたくさんいるんですよね。それがね、私は脅威ですね。皆さんこんにちは。こんにちは。連日この福岡肉内でマイクを握らせていただいておりますが、参政党より今回立候補しております黒石裕子と申します。平成3年生まれ、現在32歳です。普段は本当この近くの会社で普通の一会社員として働いております。なぜ私が今回この選挙にチャレンジしようと。この福岡2区は特に自民党、立憲民主党、この2党と二強というふうに言われてますが、なぜこの区でチャレンジをしようかと思ったかというと、やっぱり若い人が多いと。そういったところで今までの古い政治が今の状態のまま進んでいいのかと。若い人は選挙に行かないと、親も選挙に行こうなんて言わないと。そんな状態がこの先もずっとずっと続いて、子どもたちにその姿を見せるのかと。だからこそ今まで出てきてない世代がこうやってマイクを握らせていただいて、まずは投票に行こうと。若者 30% しか投票に行きません。全体でも 53.8% ですと。まずは投票に行って意思表示をしようと。この古い政治は投票でしか変わらないと。だからこそ若い視点で、そしてこれからの子どもたちを作っていく子育て世代の一人の若い女性として、まずは投票に行こうということを訴えています。そして私は一人主人がいますけど、会社を終わって普通に会社終わりスーパーに行きますと。今は物価も上がり野菜の価格も上がると。暮らせないわけではないんですと。ただ一つだけ野菜を今回減らそうと、一品だけちょっと我慢しようと、旅行に行くにもちょっとだけ遠出ではなくて近場にしようと、ちょっとずつですが負担が大きくなっていると。今は私たち税金で 45% も払っていますと。無関心である若者が非常に多いと。でも無関係ではないんですと。国の政策で決まっている特に身近な税金というものは、私も会社員で気づくまではやっぱ天引きされてると気づきませんと。ただどん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 それも上がると。過去最高ですと。ただこの後自民党が選ばれても立憲民主党が選ばれても、待っているのは消費税増税ですと。投票に行かなくても待っているのは消費税が上がると。それでいいのかどうかを示すのがこの選挙だと。投票に行かないと変わりませんと。自民党か立憲民主党か、今回は自民党が裏金がありましたと。だから今回は立憲民主に入れようと。次増税になって負担が増えたと。じゃあ次自民党に入れようと。この二択を繰り返してもこの世の中は変わらないと。なぜかと。私たち参政党は利権もしがらみもどこかの団体がついていることもありませんと。
会社が後ろで支援をしていることもないと。だからこそ国民に向けて真っ当に政治を行えると。国民のための、国民が豊かになる、国民が命を守れると、そういった政治を当たり前に行われると。ただ今までの既存の政党はそうではないと。選挙の時は耳障りのいいことをたくさん言いますと。そして消費税増税なんて一言も皆さん言わないですと。ただこの選挙が終わってから、こういった自分たちのためだけの一部の人たちでお金が回ると、そういったことが選挙が終わってからスタートすると。そんな古すぎる政治をどの世代かで変えなければいけないと。どこかでこういった若者がどん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 政治に関心がなくなると、大人たちも教えないと。そういった政治をどの世代かで終わりにしなければいけないと。私はそれが今だと思い、街頭演説をしているとおじいちゃんたちから若すぎると言われます。経験ないと国政には出ちゃいけないよと言われますと。そうではないと思うと。若いからこそ言えることがあります。テレビを見ている世代だけではありませんと。参政党という新しい選択肢がこの福岡2区にもあることをぜひまず知っていただきたいと思い、今回立ち上がっています。今の政権与党は誰を向いて誰を大切にしたくて今のこの政治をしているのかと。本来で言えば私たち国民のためにまずは第一優先にお金が割かれるべきと、政策が行われるべきと。 1,2 ヶ月前スーパーからお米がなくなりましたと。こんなこと本来はあってはいけないと。私たちの食べるものがなくなってはいけないと。食料自給率がずっとずっと 38% のままと、全然上がらないと。小学生の時私もこれ習いましたと。 38% という数字を聞いた時、先生は他の先進国は 100% に近いところが多いですと、これって上がらなければいけないと、そのように習ってきたと。ただ今も変わらないと。だからこそ参政党は、私黒石裕子は、まずはちゃんとこの国の中で食料が回ると、そういった世の中を作っていきたいと。そして第一次産業を、生産者をまずは守ると。当たり前だと思うんです。ただ外国に頼りっきりのこの状態がずっとずっと続くと、どこかでこのような状況にノーと言わなければいけないと、ノーという人が現れなければいけないと。今の政権与党はなかなか国内の方に向きませんと。農業を、生産者を保護しようと、そういった政策も打ち出しませんと。どん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 外国産ばかりになってきて、日本の国内産がないと。表示もどんどん曖昧になってきて、何が食べているのかと、何が入っているのかわからないと。これでは私たち国民の、そして今育ってきている子どもたちの健康が守られないと。当たり前のことだと思うんです。だからこそこうやって毎日毎日どこかしらに立っておりますが、マイクを握って当たり前に国民の生活を守ろうと、健康を守ろうと、命を守ろうと、そういったことを訴えておりますと。そして、どんどん、この福岡も街中歩いていると皆さんも気づかれると思いますが、外国人が増えていると。旅行者、観光者だけじゃないと。住んでいる人がどんどん増えていると。もちろんこの日本で消費してくれるから、売り上げを上げてくれるからいいという方もいらっしゃるかもしれませんと。ただ昨年日本人は80万人減りましたと。外国人は労働者として30万人も増えていると。普通の暮らしをしていれば
この変化感気づかないかもしれませんと。どこに何が影響あるか気づかないかもしれないと。ただ今の子どもたちが大人になった時にこれがどん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 進んでくると、一部で外国人のコミュニティが作られると。そうするとやっぱりそのエリアには怖くて近寄れないと。女性も一人で出歩けないと。子供はなおさらですと。一人で今習い事に外に歩きますと。そんなことも怖くてできないというような世界が待ってるかもしれないと。だからこそこういった今政権与党が進めることを進めていることをノーと言わなければいけないと。国土もどんどん買われていますと。私たちが他の国の土地を買おうと思っても買うことができませんと。ただこの日本は自由に買われてしまうと。自治体も管理をしていないと。私たちはどこでどの国の人が住んでいるかも把握ができないと。円安だから売れるからいいかなという人もいらっしゃいますと。ただ今だけを考えず未来のことを考えてほしいと。今は儲かるからいいかもしれませんと。ただ未来の子どもたちの方を向いて少し立ち止まって考えてほしいと。だからこそこの参政党がまず日本で日本人がこの土地を守ろうと、日本人の食べる食事を守ろうと、当たり前のことだと思うんです。まず国民の暮らしを豊かにすると。だからこそ今回参政党は手元に残るお金を増やそうと、消費税をまずは下げようと。所得が上がらない、なかなかこれ難しい問題です。他の他党はまずは賃金を上げようと言ってます。1500円にしようと言ってます。ただこの福岡は特に中小企業多いですと。今国民の消費が上がらないと。そうすると企業の売り上げも上がらないと。賃金をそんなにすぐに上げることはできないと。だからこそまず消費税を下げて手元に残るお金を増やそうと、人々がまず消費ができる状態を作っていこうというのを訴えています。国民目線です。一国民として、一この福岡市民として、もっともっとこの国でお金が回ると、日本人がまず安心して暮らせると、安心して消費ができると、安心して結婚もできて子育てもできると、そういったことを考えてもっともっと未来に希望が持てるような日本を作っていきたいと思っています。そしてやっぱり私は今会社員ですが、教育はおかしいと。社会人になっても国数営利やってきましたが、そのまま使えないですと。今の一問一答の偏差値教育ではなくて、この先が見えないこの未来だからこそ、今の時代だからこそ、まあ、どうしたらいいか自分でちゃんと問題提起して、課題提起して答えが出せると、そういった教育に変えていかなければいけないと。こういった時代に合わせて変えていかなければいけないこともあります。ただ守らなければいけないことがあると。当たり前のことを当たり前に訴えていきたいと。だからこそ私は今回参政党という国民一人一人で立ち上がって、この日本を変えたいと、若者が未来で活躍できるような日本を作りたいと、日本を守りたいと思っているこの参政党から立候補をさせていただいております。古い政治はもう終わらせましょうと。利権の政治、どこかの一部に流れるお金が流れるというこの政治、若者がどん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 興味をなくなるようなこの政治は終わらせようと。福岡2区参政党より立候補しております黒石優子でした。ありがとうございました。自分たちだけのことではなく、